ダウンタウンヒーローズは、早坂明の連作長編小説。学生改革を翌年に控えた最後の、旧成高校生の生活を描いた、早坂の自伝的小説で、小説新潮1984年8月号から1986年7月号に、連載、1986年9月に新潮社より、刊行された。第96回直木35商工補作。 1988年公開で映画化された、小畜製作、山田洋次監督による。昭和23年、18歳の春、旧西松山高校の学生だった私は、一人の女と出会い、欠勤に任せて予期せぬ道を走り出した。女は、道後松ヶ江町の遊郭の娼婦、一氏私は、一氏の背中の入れ墨に合わせて、夫婦掘りをしたのだ。 敗戦直後の混乱期、四国、松山を舞台に繰り広げられる、巷の天才、英雄たちの青春。面白うて、やがて悲しき、うらいの日々を綴る、自伝的長編小説。山田洋二監督により、映画化され、1988年8月6日に、公開された。映画は、題名や、登場人物、ストーリーを、ある程度原作から借りているが、 その内容は小説をかなり変更したものである。康介は愛媛の松山高校に入り寮生活を始める。同室はオンケル、アルルラ4人。夏休みが終わり、文化祭で演劇を行うことになった康介たちは、県立校女のふさ子の出演もあり、大成功を収める。しかし、ふさ子を好きになったオンケルが寝込んでしまう。康介はふさ子に、 オンケルの気持ちを伝えるが、ふさこは拒絶する。オンケルは寮を去っていく。九州大学に入ったコースケは、そこで元気に演劇を続けるオンケルと再会する。コースケは松山に戻り、ふさこに別れを告げ、愛の告白をする。ふさこは受け入れる。しかし、二人は別々の人生を送る。 米博物館前博物館60件の廊下作中に古い校舎の風景が出てくるが、これはセットではなく、当時現存していた同県東上郡和町の和町小学校をロケ地として撮影したものである。和町小学校は当時築100年以上という歴史ある校舎を使用していたため、作品のバンからな情景と非常に合うとのことで、ロケ地に選ばれた。松山からは、 高速道路を使用して1時間ほど南下した位置にある。現在は新しい校舎となり、当時の校舎は町内の別の場所に当時のままで移転、構築され、米博物館になっている。109メートルの廊下を用いて毎年行われる雑巾掛けレース Z-1 グランプリが各テレビ番組で紹介されるほど有名である。ぼっちゃん列車に主人公たちが乗る場面は、 線路の移設で廃止となった旧内湖線の線路に、米山工業で復元された蒸気機関車と客車を走らせて撮影された。ありがとうございます。